はいどうも、かつきです。えっとですね、今回は、ちょっとね、 えー、YouTuber、インフルエンサーっぽい感じでね、イベントの告知動画になります。なんかね、今まで撮ったことないような動画になるんですけども、ぜひですね、興味のある方はね、ご覧いただければと思います。で、今回お話しさせていただくのが、こちら、勝手にファンミーティングというイベントでございます。まあ、非常にですね、あのー、もうご存知の方もね、多いんじゃないかなというふうには思うんですけども、ちょっとね、改めてこのチャンネルでもお話をさせていただければと思います。で、これ何かっていうと、簡単に言うと、ニコン系のインフルエンサーを集めて行う、勝手にファンミーティングというイベント でございます。参加する予定のね、インフルエンサーっていうのが、まあ僕も合わせて17名いるというところで、まあニコン系のね、あの機材のレビュー動画であったりとかを視聴している方なんかは、あ、あの人か、みたいなふうにね、思われる方だっていうのも結構いるんじゃないかなというふうに思います。で、は、まあ、私自身も、その援助としてね、ちょっとね、今回声をかけていただいたっていうところで、ちょっとね、参加させていただこうかなというところでございます。こちらのですね、勝手にファンミーティングっていうのは、 まあ、なぜ勝手にファンミーティングかと言いますと、えー、2023年ニコンさんが公式で、ね、ファンミーティングをやっていたと思うんですけども、今年はね、やらないと、やる予定がないというところなので、まあ、だったら、 こうね、ニコン系のインフルエンサーを集めて、勝手にファンミーティングをしちゃえばいいんじゃないかというところで、今回企画がね、あの、進んでいるのがこちらの勝手にファンミーティングというものでございます。なので、まあ、ニコン公式っていうわけではないんですけども、まあ、インフルエンサーが主となって、イベントを開催するようなものになっていると。まあ、結構ね、こう、カメラ界隈の中では、 この規模のものっていうのは初の試みなんじゃないかなというふうには思いますので、まあここにですね、僕自身も参加できるっていうのは非常に光栄だなというふうにも思います。前例がないので、まあ成功するか失敗するかっていうのは正直わからないところはあるんですけども、まあやっぱりね、挑戦することに意味があったりとかもしますから、いや本当にね、今回これを企画運営されている方、老人の文学者の竹川さんであったりとか、あと柴田さんであったりとか、ファラオさんであったりとか、あとはね、マコニアさんであったりとか、まあ、非常にね、 素晴らしいなというふうに思います。なかなか思いついてもね、実行に移すことって難しかったりとかするんですけども、まあ、ここをね、勢いでやれるっていうのが、こう、日本系インフルエンサーっぽいなっていうふうに感じます。でね、僕自身、あの、先日ですね、このクラウドファウンディングっていうのをね、今回やって資金を募ってるんですけども、まあ、その始まりのタイミングで、老人と文学者さんの チャンネルでライブ配信に出させていただいたんですよね。もしかしたらもうご視聴されている方もいらっしゃるかもしれないですけども、えっと、老人の文学者の竹川さんと、あと柴田さんと、あとマコニゃンさんと、僕みたいなね。僕だけただの演者で、他3人が、あの、運営側っていうところでね、ちょっとね、あの、どうしたらいいんだろうみたいな感じでね、僕自身口数が非常に少なかったんですけども、ま、ぜひですね、気になる方はね、下に概要欄貼っておきますので、 ぜひチェックしていいただければと思いますでね、今、クラウドファンディングっていうふうなお話をさせていただいたんですけども、まあ、要はメーカーが主となって、いろいろなね、設備費であったりとか、運営費みたいなものを捻出するわけではないので、もうインフルエンサー側で、その資金っていうのを調達しなくちゃいけないわけですよね。で、今回、人望町のこう一室をね、借りて200名、300名ぐらい、 を収容できるような場所を借りてね、やるわけなんですけども、まあ、それだけの場所を抑えるのもかなりのお金がかかりますし、それを1日運営するっていうのもなかなかの費用がかかるというところで、今回、キャンプファイアのですね、勝手にファンミーティングのクラウドファンディングページっていうのが出来上がっておりますで。まあね、ぜひ見ていただければと思うんですけども、今、現時点で195万円 は集まってますね。すごいですね。目標金額が300万円に対して65%の達成率になっております。で、支援者数が226名。で、募集終了まで残り39日というところで、まあ約1ヶ月ぐらいまだあるんですけども、もうこの時点でこれだけの支援していただいている方がいるっていうのは、まあやっぱり日頃からね、日本系の発信されている方たちっていうのは結構こう、 数を持ってたりとかする方たちも非常に多かったりとかするので、あその結果が出てるのかなーなんていうふうには個人的に感じますよね。まあ、僕がどれぐらいこうね、助けになってるかも全くわかんないです。もしかしたら全然乗っかってるだけなんで、あんまり貢献できてないかもしれないんですけども。あの、ぜひですね、気になる方はチェックしていただければと思います。でね、まあ、そのクラウドファンディングっていうところで、まあ、要は支援金に応じたリターンみたいなものがあるじゃないですか。 で、ま、いろいろなね、リターンがあるんですよ。フォトウォーク券っていうのはね、あの、全部もう今完売しちゃってるんで、あえてここで説明しする必要はないかなっていうふうには思ってるんですけども、僕もフォトウォーク参加するんですよね。もうい、なんか誰かと一緒にフォトウォーク、わーってやったことないんで、ちょっとね、緊張してたりとかするんですけども、まあ、参加される方はぜひね、あの、よろしくお願いします。僕が今回、あ、これはチェックしてほしいなっていうふうに思ってるリターンが一つあるんですよ。それは何かっていうと、写真集なんですよね。 今回この写真集っていうのが、まあ、支援額がこう5,000円であのリターンとして写真集があの送られてくるんですけども要は今回参加するインフルエンサー17名の写真っていうのを一冊にまとめた写真集なんですよ。これなかなかか珍しいいですよね一一人人ののが冊にまとめるっていうのは、まあ あの、昔からね、トラディショナルな形の写真集としてあると思うんですけども、インフルエンサーがみんな集まって写真一冊にまとめる。で、しかも今回テーマとかって、被写体とかも特に決まってないので、要は、まあ、普段から野生動物をね、撮影されている方もいれば、まあ、スナップを撮影している人もいれば、風景を撮影している人もいれば、 ポートレートを撮影している人もいるっていうところで、もういろいろなこう色が一冊にまとまっている本なんですよ。僕はね、あのー、まあもちろん出演者側として僕の写真がね、載せていただけるっていうところで、そういった意味で欲しかったりもするんですけども、まあ、単純に普段からね、YouTube をご視聴されている方なんかは、全然手に取っていただいても面白いんじゃないかなっていうふうに感じます。で、ニコン系 YouTuber ですから、ニコンの機材で撮影された写真がもう数百ページにわたって、ザーっとで、ね、掲載されるわけですよ。ああ この写真はこのレンズで、あ、このカメラで撮ってるのかとか、あとは写真、ね、ごとに色が出ると思うんですよね、そのインフルエンサーの。僕だったら、例えばスナップだとか、コーチとか、あとは湘南周辺のね、風景写真だったりとかっていうところで、あ、これ写真を見た時に、あ、あのインフルエンサーかなみたいな。なんかそういうのが伝わるような写真集ってめっちゃ楽しいんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね。 写真を見て誰かがわかるっていうのって、まあ、撮影者からするとすごく嬉しいポイントだったりとかもするんで、僕はなんかそんな写真を掲載したいななんていうふうには思ってるんですよ。なので、僕結構こう、作例のね、写真とかっていうのも YouTube とかに上げてると思うんですけども、あのサムネイルにしてたりとかするじゃないですか。シューティングリポートって言って、レンズとかのね、作例の時にサムネイルバーンって写真載っけてると思うんですけども、あれらの写真を写真集にしたい。6ページかな各 YouTuber。 あの、与えられてるページ数っていうのが、その6ページにそのサムネイルの写真とかっていうのも入れ込みたいなと思ってるんですよ。要は、インターネットで見る写真と、印刷で見る写真って、やっぱり同じものでも見え方違うよねっていうのが、そこで、その違いっていうのに、あの、まあ、気づくこともできるんじゃないかなと思うんですよ。透過光で見る写真の色と、 反射光で見る写真のの色色違いますよね色の出方が、まあ、RGB と CMIK みたいなねその違いがあったりとかはするんですけどもなんかそういった楽しみとかもいろいろあっての一冊で5,000円っていう金額になってるんでそのクラウドファンディングじゃなくても普通にこの。 いわゆる単体で写真集を販売するっていう風になっても、このページ数でこのボリュームだったら、僕は全然高くないんじゃないかなっていう風には思います。まあ僕自身が、う何て言うのかな。あの、視点する側なんでね、なんかすごいこう、よく見せてるように見えてしまうかもしれないですけども、あの、僕自身最近、ちょっとまあこれ話変わっちゃうんですけど、あの、機材への関心の度合いっていうのが少し下がってきてて、今写真に対しての関心っていうのが高まってるんですよ。 なので、ちょっと機材系の発信っていうのが滞こってたりとかするんですけども、まあ、要は写真論であったりとか、写真史であったりとか、美術史であったりとか、まあ、なんかそういったところから、写真って何なんだろうっていうのを今理解しようとしている最中なんですよね。でその中にはやっぱり写真集であったりとか、この印刷する写真に対してのあり方であったりとか、えー、特徴であったりとかっていうのも、やっぱり色々と考えていたりとかするんですけども、一つのあり方、表現の仕方なんじゃないかな、なんていうふうにも思いました。 まあ、トラディショナルな写真集とは違う、また別の新しいね、今の時代だからこそできるような写真集になっていると思うので、まあ、ぜひですね、ここに関しては、まあ、イベント全く興味ないよっていう方なんかもチェックしていただければと思います。で、今回のイベントって、そもそも、その、このね、支援をしなくちゃ入れないとかっていうものでもなかったからするんで、まあ、正直最悪なこと言えば、あの、別に何も支援せずに、当日フラッと行って参加することもできるんですよ。 ただ、やっぱりね、結構お金もかかるっていうところで、そこはぜひね、あのー、支援していただきたいなっていうふうには思ってます。で、支援をしていただくのであれば、まず初めにこの写真集っていうのを、僕はチェックしていただきたいなっていうふうに思っております。もしかしたらね、ちょっと T シャツとか色々とあったりとかするんで、まあ、今一番人気なのは多分写真集なんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ他にも色々とあるんで、ぜひね、あの、チェックしていただければと思います。今回このニコン系 YouTuber、まあ YouTuber っていうかニコン系インフルエンサーを集めた、 ファンミーティングになるんですけども、ああ、じゃあ、ね、他のメーカーのカメラ持ってるからちょっと行きづらいなとか、いや、他のメーカーのカメラ持ってるからやべえとか、非国民とか言われるのかなみたいなふうにね、あのー、思われる方ももしかしたらね、いらっしゃるかもしれないですけども、全然そんなことないですから、そこはもう単純に、みんな、まあ、ニコンっていうくくりで集まってはいますけども、写真とかカメラっていうのを、 楽しんでいる方たちの集まりなんですよ。なので、それに共通して楽しんでいる人っていうのがいらっしゃるのであれば、まあ、全然ですね、ウェルカムですよ。コ、ま、ン、あ、系の方って結構こう発言が強い方たちがね、結構多かったりとかするんで、なんか怖そうだな、みたいな風に思われてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、いや、会ってみるとね、そういう方たちって案外普通だったりとかするんですよね。結構優しかったりとかするんですよね。 なんで、そういったね、あの、ところを確かめるっていう点でも、ぜひですね、あの、来ていただければな、というふうに思います。まあ、僕は多分会場いるんですけど、まあ、目当てのね、あの、インフルエンサーの方がいて、ついでに見つけたら声をかけていただければと思います。僕自身はね、そんなにこう、今、動画とかでね、めちゃくちゃ上舌に、上手ではないかもしれないですけども、ペラペラペラ,ラ喋ってますけど、いざね、直接会うと、あんまり、あの、口数っていうのは多くなかったりとかするんで、あんま面白くないと思うんで、はい。 <laughs> ぜひ、声をかけていただければと思います。まあ、今回ね、こう,うイベントがね、12月7日に開催されるわけですよ。で、正直ね、ニコンさんに期待したいことがあって、それはやっぱりファームウェアアップデートですよね。ニコン ZF、Z9、Z8。もうこれらにですね、フレキシブルからピクチャーコントロールを入れていただけたら、盛り上がるなというふうには、個人的に感じてます。今年最後のこう盛り上がりを見せるんじゃないかなっていうふうに思っていて、 もちろん、その、イベントを別に興味ないよという人もいるかもしれないですけども、まあ、今年最後でね、12月頭、11月末あたりにそういったファームウェアアップデートがバーンって出れば、まあ、あの、日本系インフルエンサーの方たちもね、いろいろと紹介すると思いますし、なおかつ、イベントにこう、つながっていくわけですから、じゃあ、フォトウォークであったりとか、何か会場で話をするときに、フレキシブルカラーピクチャーコントロールの話題が出てくるわけなんですよね。これは非常に理想的なあれだな、なんていうふうにもちょっと思っちゃったりとかするんですけども、 まあ、ぜひですね、僕自身は、あの、やってほしいなという言葉で z うに思っで今現状使えるんですけども、やっぱりね、あの、ニコン系のインフルエンサーって、なんかあんま z 6 III を使ってる人っていないのかないるのかななんか ZF は使ってる人多いんですよね。あと Z8、Z9 は。だからその辺ちょっとやってほしいな、なんていうふうに、もうちょっとね、なんとなく思っていたりとかします。あ、で、ちなみになんですけど、 あの、ニコンを非公式ではあるんですけど、あの、そのレンズの貸し出しだったりとか、機材の貸し出し、当日会場でできるようになっているみたいなので、ちょっとレンズ試したいなとか、機材触りたいなっていう方も、ふらっとね、あの、来ていただければいいんじゃないかなと思います。あの、今日かな、ニコンのキャッシュバックがまた始まったんですよね。しかもその中には ZF が含まれておりますというところで、いや、もともとね、ZF ってフルサイズで、 ね、結構安い部類だったんじゃないかなっていうふうには感じるんですけども、え、それがですね、さらにキャッシュバックになっているというところで、これもですね、非常に良い。あ、絶対不買うかどうか迷ってたっていう方なんかが、ね、こう背中を <laughs> 押されるようなタイミングになっているんじゃないかなっていうふうには感じるんで、で、イニコンさんのね、キャッシュバックっていうのもね、年明けぐらいまで続いてたのかな。ちょっとごめんなさい、正確な 期間っていうのは僕自身頭の中に入ってないんで、今ここでね、名、えー、言することはできないんですけども、なんでこの辺にね、出しておこうかなというふうに思います。なので、ぜひチェックしていただければと思います。はい。いやー、面白いですよね。写真の楽しみ方って、もちろん機材で楽しむ人もいれば、被写体をこう追っかけて、こう、瞬間をね、切り取るのが楽しい方もいらっしゃれば、その写真自体の表現っていうのを楽しむ方もいらっしゃると思いますし、 そもそも撮らないで写真を鑑賞することが楽しいっていう風に思っている人たちもいると思います。あとは、例えばそのカメラ付きで集まっていろいろとね楽しく話すのが好きっていう方もいらっしゃると思うんですよ。これって優劣とかないんですよね。よくね、インターネット上ってこう二元論大好きおじさんたちがいっぱいいるんで、 どっかでなんかこうね、善悪みたいなものを決めつけたがる方がいらっしゃるんですけども、どの楽しみ方だって人それぞれで、見ているものが違いますし、感じているものが違うっていうところで、なんかね、そういったこう、楽しいっていうのが共有できるような、この場所っていうのがね、今回設けられているので、まあ、ぜひですね、あの、入場料とかは、 かかるわけでもないですからあのお立ち寄りいいいただければなという,ふうに思いますで、まあ、もちろん地方と在住の方とかね東京近くないよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけどもあのオフラインでもあの何か配信をする予定があったりとかするみたいなので、まあ、そのオフラインでねあのなんか現場のねなんかこう賑やかな感じとかっていうのももしかしたら楽しめるんじゃないかななんていうふうにも思っていたりとか。 します。そんなところですね。ちょっとね、僕もね、写真集別にもらえるわけじゃないんで、あの、僕がこう掲載してほしいっていう風に送った写真がどんな風にね、あの、印刷されてるのかっていうのもわからないんで、とりあえず写真集はね、あの、マストかなっていう風にはちょっと今現状思っていたりとかもします。はい。もうね、本当に今年の12月7日なので、まあ、インタービーが終わって2、3週間後ですよね。もうこれが終わったら、ね、今年楽しかったねで終われるんじゃないかな、なんていう風にも。 思っていたりとかします。はい。えー、てな感じで,ですね。今回はちょっとね、こう、YouTuber っぽく、インフルエンサーっぽくですね。ちょっとイベント告知をさせていただきました。なんか片言になっちゃったんですけども、なかなかね、こういうことってなかったりとかもするんで、珍しいんじゃないかなと思います。まあ、ぜひですね、あの、老人と文学者さんのあの、ライブ配信出てアーカイブに残ってるんで、そんななんかも全部下の方にリンク貼っておくんで、ご覧いただければと思います。えー、てな感じで,ですね。今回こんなところ動画終わりたいと思います。それでは、バイバイ。